マリウス・バイザー・イン2011マリウス・ビゼールは、ルーマニアのビホル県、オラデア出身の柔道家。ヨーロッパ柔道連盟会長、スポーツアコード会長、国際柔道連盟会長らを歴任。オーストリア国籍を取得している。別表記、マリアス・ビゼール。それまで2年おきに開催されていた柔道世界選手権を毎年開催するとともに、テニスのようなツアー大会を設立、主要国際大会の放映権も世界柔道連盟が持つように改めた。ニコラエ・チャウシェスク政権時代に軍隊に所属しながら柔道に取り組み、1982年から1995年まではコーチとして活躍する。1988年、ハンガリーに亡命後、1989年にオーストリアへ。その後ハンガリーに根城を構えて、事業で成功すると、家族の住むオーストリア国籍を取得する。2002年、ヨーロッパ柔道連盟の会長に就任、ウラジーミル・プーチンロシア大統領を名誉会長に担ぎ出した。2005年、国際柔道連盟会長選挙に立候補したが、朴容晟会長に100対85で落選した。スポーツ仲裁裁判所に不服を申し立てるも、敗訴となった。2007年5月、勢力拡大のため、アジア柔道連盟の会長選挙で、クウェートのオベイド・アル・アンジを推し、オベイドは日本の佐藤信之を破って当選する。2007年9月、国際柔道連盟リオデジャネイロ総会前に、朴会長が辞任したため会長代行に就任した。ビゼールが、法の弱みを握り法が IOC 委員には、とどまることを、交換条件に辞任させたとの説がある。2007年9月、同窓会にて、会長に就任。さらに教育、コーチング理事選挙では、再選を目指した、日本の山下泰裕に対して、アルジェリアのモハメド・メリジャを推す。123対61でメリジャが当選し、選挙後、日本の上村春樹を指名理事に決定した。2013年5月31日に、ロシアのサンクトペテルブルクで、スポーツアコード国際会議が開催されて、スポーツアコード会長に立候補していたビゼールが当選を果たすことになった。会長のビゼールは、マーケティングとメディア戦略を統合して、財源を増やす狙いから2017年度をめどにスポーツアコードに加盟する91の国際競技団体の世界選手権を一堂に会した合同世界選手権開催の構想を明らかにした。しかし IOC 会長のジャック・ロゲは大会の実現に懐疑的な態度を示した。2013年8月23日にリオデジャネイロで開催されたIF総会において満場一致で会長に再任された。2015年4月にロシアのソチで開催されたスポーツアコード総会で2期目の会長当選を果たしたばかりのビゼールは IOC 会長のトーマス・バッハが推進する中長期改革五輪アジェンダ2020に対して国際競技連盟の利権が適切に扱われていない。スポーツ界に利益をもたらさない。IFのために多くの提案をしたが、好意的な反応はなかった。すべての団体に公平に対応してほしい。時代遅れで不公平だと、あからさまな批判を行った。さらには、オリンピック開催都市が、競技種目の追加を提案できる権利を認めたことは、オリンピックを不安定にしている行為だとして、IOC との対決姿勢を鮮明に打ち出した。これに対してバッハは、五輪改革は長期間、対話を重ねて進めているとの見解を示した。なお、ビゼールの発言は、スポーツアコード加盟団体に大きな反発を呼び起こすことにもなった。国際サッカー連盟や国際水泳連盟など10を超える加盟団体は、ビゼールに対する抗議文書を提出した。国際陸上競技連盟や国際射撃連盟、世界レスリング連合などは、スポーツアコードを脱退する方針を表明した。国際パラリンピック委員会も脱退を決めた。オリンピック夏季大会競技団体連合や国際ボクシング協会もスポーツアコードとの関係を一時停止することになった。このように多大な反発を受けたことに対してビゼールは IOC を批判した際の手法やマナーを謝罪したものの自分の声は自分の意見でもある。スポーツ界は誰でも自由に表現できる場所だと、自身の見解は依然堅持することとなった。なお、ビゼールは事態打開のためにバッハに会談を申し入れたが、バッハ側は態度を保留した。ビゼールは会談に向けてオリンピックにおける実施競技の追加や IOC 委員の選考に関する明確な基準を要望した。また独自の改革案としてオリンピックに賞金制度を導入することや、すべての非オリンピック競技をオリンピックが開催される前後に公開競技として実施すること、さらには国際競技連盟への分配金を増額することや、選手を支援する基金の設立など20項目の議題を提案した。しかしながら、ビゼールが会長を務めるIFを除く夏季オリンピックの全競技団体がスポーツアコードからの脱退や関係停止を表明したことや、2017年のスポーツアコードワールドコンバットゲームズを開催する予定だったペルーが辞退したことなどを受けて5月31日にビゼールはスポーツアコード会長を辞任することを表明した。また2020年の東京オリンピックの準備状況を監督する IOC の調整委員も辞任した。ビゼールは辞任に際して会長を務めていたこの2年ほどの間、IOC に対して多数の共同作業の提案を試みるも、にべなく拒否され続けてきたとした上で、私の提案は正しく、スポーツの価値を守るものだと思っていると、改めて強調した。2017年8月、国際柔道連盟会長に満場一致で再任された。2019年6月19日、IOC 理事会は、組織として問題があるとして、ボクシングの国際競技連盟IBAに、東京オリンピックのボクシングの主管をさせず、IBAに代わる2020年東京オリンピックのボクシング競技の主管組織である IOC 内特別作業部会のメンバー4人の中に、格闘技界からビゼールを入れる案を承認した。6月26日、IOC 総会で、同案は、ボクシングタスクフォース座長の国際体操連盟会長、渡辺主正によるプレゼンテーションの後、承認された。2021年6月、国際柔道連盟会長に再任された。政治的手法に長けているとされ、国際柔道連盟会長に就任までに、多額の資金と組織力で多数派工作を行っている。2019年9月1日、TBS テレビ、サンデーモーニングにおいて、谷本歩美が、ビゼールのおかげで柔道が面白くなった旨発言した。マリウス・バイザーの日本語表記は、全日本柔道連盟及び時事通信社が、マリウス・ビゼールと表記するが、他の報道機関はおおむね、マリアス・ビゼールと表記している。ありがとうございます。